ちょっと待って。ちょっと待って。パパ、パパ、ちょっと待って。パパ、普通にしてって言ったじゃん。なんでパパ、そんな決めちゃって、いつもスリッパなんて開かないのにさ、サイズの合わないスリッパなんか履いちゃってさ。皆さん、あのですね、うちらもう有名になりましてよ。ちょっと言う、本当、いや、だから、やめよう、やめよう、やめよう。パパ、やめてよ、本当に。もう普通に、もう服着替えて、着直してこい、本当に。着替え直してこい。あ、よかった、よかった。普通のパパですよ、普通のパパ。もう、やめよう、そういう変な気取り。実はですね、うちらも有名になりましたよ。え？みんな、ソニーって知ってる？あ、知ってる。そうそう、そのソニーからの案件が来ましたよ。うーそうそう、じゃじゃーん。違うよね、違うよね、ねえ違うよね、じゃじゃーん。ねえ違うよね、ねえ違うよね。カメラ、パパ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 、どうぞどうぞどうぞ。パパ、これもこれも、ほら、痛い痛いってば、ほら。ほら、そうそうそう。え、かわいい、すごい。ちょうだい、ちょうだい。ほら、やばいね。やばいよ。ちょっと待って待って、うちらもさ、有名人になってきちゃったんじゃないの、パパ。どうどうどう。すごい、すごい。6歳、入ってボケるしない。いやいいじゃん。うん、あ、へえ。こうしてこうやって自撮りができるんですか。こう。ほう。イケメンの顔。あ、見てますよ。外れるし。え、こんなのもできるの？すごいね。え、すごい。ライブ配信とかできない？確かに。あっち向けよ。あっち向けよ。ちょっと待って、下手くそこれ。どんな機能がついてんの、それって。全然違う、全然違う。え、私も今やりたい。おお、すごいすごいすごい。私が可愛いだけだから。いや、私が可愛いだけだから。いや、私が可愛いだけだから。とりあえずもう、あの、そんなつまんねえから、この俺が、ね、商品ガチャで説明してもさ、これ使って縦撮り動画撮ってみよう。あ、家族全員で撮ってみよう。ってことで撮ってみましょう。おー、パパ、これすごいよ。これ広角になってんの？こんなちっちゃいカメラなのに広範囲に映ってる。あ、それいい。すごい、ズームもすごい。マジ？え、やばいやばいやばい。ベルさんの可愛い顔がズームで映ってますよ、パパと今。やめろその顔。すごい綺麗に映る。え、ちょっと待って、今つねったでしょ、つねったでしょ。うわ、びっとれた。コンパクトじゃん。外で持ち運び、これすっごく楽かも。え、待って、マジ？手首が疲れない。マジマジ。うん。ちょっと待って、ちょっと待って、お前らわざとくせえからやめろ。テレフォンショッピングで隣にいる人じゃねえんだからさ。ちょっと待って、ズームにしてもパパのニキビなのかな。あ、やめよ。ちょっとパパのアップが気持ち悪く映る。やめろ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 。ちょっと待って、ベルさんは、あ、やば。いや、私も映ってる。あ、うちらもさ、来ましたよ、ここまで。でかくなりましたね、狂犬の正体も。これ TikTok 撮ろうよ。あ、そう、そこで構えて、で、こっちはここから顔ひょこって出すから、ベルが付き合ってくれるかどうなんだ。じゃあこれで初めてのカメラで。ちょっと待って、ママがめっちゃ可愛かった。やめろやめろ。まだすごい人物とか乗ってる。一回じゃあちょっとリハーサルいくよ。うん、はい、せーの、
テレレデンテ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 レデンオッケーだねオッケーだねオッケーだねちょっとパパベロちょっと待って影が見えてるよ影がボス影を消しようがねえんだよもうライトだよライトあそっかそれでベロさんベロさんでもっと音がやっと見せよお化けかやめろ。何お前顔舐めるやつがあるのか。ねえねえ喧嘩しないでよ。せーの。ドゥ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 。いいねー。オッケー。よっしゃ。まあさ、パパがさ、こんなちょっとさ、でかくなっちゃったけどさ、要はさ、こうなれたのもベルさんのおかげね。これから受けてみたい案件が膝枕の耳かきとあとキャバクラと